ビデオダイアリー、November the 1st, 2023, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌、2023年11月1日、林博史です。おはようございます。今日はですね、はい、救世主、カインのですね、救世主、という部分にですね、焦点を当てて動画を編集したというよりもですね、つまりは特集化したということになります。で、今日のですね、4451B の005ですね。はい。で、それを紹介したわけですけども、紹介したと言いますか、またまたね、大変な事実が浮かび上がってきたということになります。青森県在住のですね、エレナ・アットさんがですね、このところ精力的に数字探しをしてくださっています。つまり私の仕事を側面から手伝ってですね、くださっています。そういう流れの中からですね、またまた27という数字が浮かび上がってきました。で、今は皆さんにご覧いただいているのですね、アントニオ・カンピがですね、1569年でしたかね、書いたイエス・キリストの劇場の秘密、まあ、タイトルいろいろあるんですよね、長いもんですから、キリストの秘密とかね、キリストの劇場の秘密とかいろんなタイトルがついてますけども、今日はですね、今日はって言い方おかしいですけども、キリストの劇場の秘密というふうにですね、ほぼ一般的に使われているタイトルでですね、皆さんに紹介しました。で、この絵の左端にはですね、核兵器で空がですね、赤くなっている様が表現されています。一見すると太陽のように見えますけどもね、近くの山を見てください。そのそばのね、太陽光線は、まあ、左上からですね、右下方にある、別にあるということがわかります。この丸の中を見ていただくとわかるんですけども、向こうが太陽であるならばですね、遠方が太陽であるならばですね、この部分は真っ黒になっているはずですね。そこで馬のお尻などを見るとですね、太陽光線は右上前方からですね、左下後方へですね、走っているのがわかります。で、その絵の反対側にですね、このような奇妙な絵が描かれているということになります。で、この絵は何かということなんですけどもね、一般的にはこの絵の説明としてはですね、右の方からぐるぐるぐる回ってですね、イエス・キリストの生涯を表現したものだというふうに説明されています。となるとですね、どうしてそれが右上に書かれているかということになるわけですよね。最初にイエス・キリストがこのような形で現れたのか、あるいは逆に最後に、まあ、イエス・キリストがですね、このような形で現れたのかということを考えていくと、まあ、ちょっと矛盾があるんじゃないかなと思いました。まあ、それは大きな問題じゃないんですけどもね。まあ、要するにこの絵の、まあ、イエス、正確にはキリストと書いてありますね。イエス、キリスト、二人説を私は説いていますので、イエスとキリストを分けて考えたいと思います。つまり、キリストのパッション、劇場、激怒ですよね。感情が極めて高ぶった状態をパッションというわけですけども、そのミステリーズ、謎というタイトルなんですけども、その絵の、まあ、その上にですね、奇妙な穴が開いているように見えるような、その物体の前にしてですね、奇妙な人物が描かれていると。そしてその人物と、大変よく似た人物をですね、ほぼ100年前、それから100年前ですよね、180年ぐらいかな、ラファエロ・サンチオがですね、自分の絵の中に描いていました。で、今、左にご覧、上になりましたけれども、そのラファエロ・サンチオの絵の中にですね、また、その、エレナ・アツさんがですね、27という数字を見つけてくださいました。ここだけですとね、またこじつけだというふうに言われそうですけれども、例えばですね、ジャンジェリコ、テオドル・ジャンジェリコの書いたですね、メデュース号の池田の中にも、やはり27と書いてある。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチとアンドレ・デル・ベッキョの合作と言われている受胎国旗の中にも27が書かれていると。その書体と言ったらおかしいんですけどもね、まあ、このふにゃーふにゃーと曲がったその布をですね、曲げて書いた2、それから7ですね、ダ・ヴィンチ独特の7ですね、が一致しているということですね。その中の1枚として、今回ですね、今日、ラファエロ・サンチョのですね、27を紹介しました。右下がですね、これ、ダ・ヴィンチの書体です。まあ、ダ・ヴィンチはあちこちにたくさんの文章を残してますけども、手書きの文章を書いてるんですけども、独特な2、独特な7を書いています。2はどちらかというと、S に近いんですよね。それから7はですね、鍵に近いんですよね。
で、同じような、まあ、主体でですね、ラファエロ・サンチオンもおかしいですよね。ラファエロ・サンチオンも27を書いているということです。まあ、今までの流れからするとですね、ラファエロはですね、明らかに、まあ、やはり神の愛する人形であったということになります。良い例がですね、アテナイの学童ということになります。当時のラファエロ・サンチオンはですね、資料紙もなかった事実、書けるはずもなかった事実がその中に、まあ、満載で書いてあるということですね。まあ、ラファエル・サンチもその愛する人形であったという視点で考えるとですね、この27という数字の書体がですね、まあ、ダ・ヴィンチの書体、さらにはそれから200年後、ほぼ200年後のですね、テオドル・ジャンジェリコのメデュース号のイカダの中に使われている書体と似ていたとしてもおかしくないわけです。まあ、メデュース号のイカダというあの絵はですね、まさしく神の作品ということになります。1プラス19人の弟子が書かれています。1というのは当然、シャマーシュ・イエスということになります。そこでですね、この27をですね、もう一回こう検証し直してみるんですよね。で、まあ、これ二度繰り返しているのはですね、英語と日本語と、まあ、今日はですね、交互に説明したものですから、まあ、同じ画面が出てきますけども、要するに、まあ、これがですね、時代告知なんですけども、この27、ここに隠れていると、まあ、異様にね、スカートが長いという指摘もですね、エレナ・ヤツさんの方からいただきました。で、その衣を使ってですね、2、そして、まあ、S に近いようなにですね、みんな書体が同じだということです。7はですね、鍵で表現されてますね。これはまさしく、レオナルド・ダ・ヴィンチの、手書きの書体と一致するということです。右下を見ていただきたいんですけども、上が2だそうです。下が7だそうです。まあ、こういう字を書いていたんですよね。その書体と一致すると。で、ここにもやはり同じ書体で27。これはラファエロの山頂の絵ですけども、27と書いてあるということはですね、27というのはですね、ユダヤのゲマトリアで解読するとですね、カインとなります。つまりこの上に浮かんでる、宙に浮かんでるこの人物はですね、カインとなるわけです。カイン・キリストということになるわけですね。カイン・キリストです。つまりイエスがね、まあ、マリアが言うように誕生するよりもはるか昔にですね、カイン・キリストは、救世主としての地位を立場でですね、人間救済をしていたということになります。まあ、ともかくもこの上に書かれているのはですね、救世主、カインですね、右の上見てください。これがあのラファエロの書いた救世主、カインということになります。それと全く同じ人物をですね、今度左、ごめんなさい、アントニオ・カンピがですね、1569年ですね、にこの絵を描いているわけです。衣の様子、それから両手を上げている様子、まあ、片方の膝を曲げている様子、それから衣服を売ってますかね、もう、ま、全く同じですね。ということはですね、まあ、こうやって一つ考えられることはですね、アントニオ・カンピがですね、ラファエロの絵のことを知っていて、真似したということになりますけども、おかしいんですよね。そうしますと、ラファエロ三丁の時にもすでに、この右の人物は、いわゆるカインであることを知っていた人がいたということ、ラファエロを知っていたということになるわけですけども、それはいないわけですよね。まあ、カインがですね、救世主であるなどということはですね、まあ、最近でも誰も知りませんよね。私の動画を見てくださった方は別としてですよ。その、カインがね、救世主だなんて言うとですね、まあ、皆さん近くに聖職者、あるいはキリスト教関係の人も多いと思いますけども、聞いてみてください。バカ言うんじゃないっていうふうに返事が返ってくると思います。ということはですね、ここに書かれているのは、この奇妙な穴のような中に書かれている人物は、カイン・キリストということになるわけです。となると、下はイエスのずっと流れですけども、この中央下でですね、法税についてですね、こちらをじっと見ているのはですね、替え玉のイエスです。この男はですね、まあ、シャマシイエス殺された後ですね、まあ、その誰かにそそのかされてですね、これからその十字架にかけられて殺されるというその男なんですよね。はい。ですから、まあ、この人物はあくまでも十字架にかけられた哀れな替え玉男ということになりますけども、それが描かれて、そしてぐるぐるぐると流れていくんですけども、まあ、ずっとイエスの話なんですね。つまり、シャマーイエスの話だということです。で、どうして右上にですね、カイン・キリストが書かれているかということですけども、この絵を見ていただくとわかりますけども、カイン・キリストはですね、まあ、その上のね、休憩といいますか、休憩体のような物体の方に向かっていく。イコール私、これはですね、現在の惑星の木星の、まあ、木星だと考えています。まあ、いろんなね、そのラインが上に書き足してありますから見にくいんですけども、その向こうに見、まあ、ラインの向こうに見える、その形をですね、照合していくとですね、現在の木星のその様子とパーフェクトに一致する。すなわち、
ここに描かれている木星はですね、ダヴィンチの描いたいわゆる、まあ、モダンザの絵の背景のいわゆる火星の大地パノラマ風景と同じようにですね、まあ、アントニオ・カンピはですね、その背景に木星の写真を焼き込んだということになります。もちろんそんなことは今から500年前の人間できるはずもないんですから、まあ、つまり神カイン・キリストのですね、何らかの形でこの絵を描いたということになります。まあ、ともかくもですね、この絵を通してですね、ここに描かれている下に人物が描かれてますね。その周りを4、5人がいて、その下にですね、人間の群衆のような人たちにわーっとついていく様が表現されています。つまり、この絵はですね、救世主カインがですね、人間を救済している絵ということになります。で、先ほどのですね、冒頭で言いましたように、このアントニオ・カンピのですね、キリストの劇場の謎の絵の中にですね、左にですね、アルマゲドン、すなわちアポカリプスの絵が表現されて、核兵器で、まあ、何かの戦争で、まあ、人間が滅ぼされるような様子が描かれているということを考え合わせるとですね、左で核戦争の様子を示し、下でですね、全体として地獄のような世界を表現してですね、で、右の方でですね、つまりはカイン・キリストが人間の救済に当たっているということを示した絵ということになります。つまり、ここでですね、27、ラファエロ・サンチの書いた27がですね、大きなヒントとなってですね、つまりそこに書かれているのは、カイン・キリストである、つまりカイン・救世主であるということを、この絵がですね、証明しているということになります。今日は別のところで紹介しましたけども、キリスト教っていうのはですね、別にね、イナンナ・マリアがですね、イエスを産んだからキリスト教が始まったわけではないということです。キリストというのは、もともとはですね、救世主、ということなんですよね。クライストですからね。ですから何もクライストというのは、クライスト教ですね。クライスト教というのは何もイエスによって始められたわけではないということですね。その証拠にですね、現在私たちはクリスマスというのを祝ってますけども、クリスマスというのはですね、イエスの誕生よりもはるか昔からすでにあったということです。すなわち、カインはですね、旧世、いわゆる旧約聖書の時代、ブック1、いわゆる第一章第一編のですね、説のですね、いわゆる創世記の時代からすでにカインはいたわけですから、ずっとずっと今から最低でも私の計算によればですね、8000年前からもカインはいたわけで、その都度ですね、まあ、救世主を祝ってですね、クリスマスというのは祝われていたと思います。まあ、何らかの形でね。それがですね、まあ、マリア教になった時にですね、ちゃっかりとマリア教の方たちがですね、イエスの生誕祭に、まあ、つまりパクったということになるわけですけどもね。ですから、まあ、キリスト教というのは、はるかにイエスが、まあ、誕生と言いますか、イエスの物語が誕生するよりもはるか昔からですね、つまりこの地球上に存在したということになります。ですから、まあ、もうすぐね、クリスマスが来ますが、クリスマス、日本ではクリスって読みますけども、英語ではクライストマスですね。クライストマスが来ますけども、あのクライストマスはですね、つまりは、貼り付けにかけられた哀れな男を、まあ、なんて言いますか、まあ、それは替え玉ですけどもね、つまりその以前の段階として、まあ、イエスが誕生したのを祝う祭りではないということになります。つまり、クライストマスはですね、現在私たちがクライストマスというのはですね、もっともっと時代の流れの大きなスパンの中で生まれてきた救世主祭ということになるわけです。そういう視点で見ればですね、現在私たちがなぜあのクリスマスでですね、クリスマスツリー、すなわち生命の木を中央に飾ってですね、その生命の木の頂点にですね、星をかたどっているかという、その星を置いてますよね、という理由、意味がそれでわかると思います。まあ、マリア教の方ではですね、まあ今、どうなんでしょうか、クリスマスツリー、同じように皆さん祝っておられるみたいですけども、つまりは頂点には星は置きませんね。そのことをですね、ベートーベンの大工の中で歌ってますよね。まあ、その、神は星の彼方からやってきたっていう文言が、あの大工のね、いわゆるまあ歌詞の中に出てきますけども、キリスト教の方では、今、キリスト教、マリア教の方ではですね、神はね、星の彼方からやってきた、などという教え方はしませんからね、星の彼方からやってきた、イコール、つまりは、そのイエスが、まあ、イエスの物語が始まるよりも、はるか昔からね、輸出されてきた、つまり、クライストマス、救世主教のですね、流れを組むのだということです。はい。まあ、大工そのものの曲はですね、あれは現在はですね、フリーメイソン、あるいはイルミナティを称える曲っていうふうに考えた方が分かりやすいわけです。ごく近年までですね、マリア教の方ではですね、大工を演奏したり、あらめでたり、参加したりっていうことはしませんでしたね。するはずはないわけです。なぜならば、ずっと1900年入ってからもですね、マリア教の方ではですね、フリーメイソン、イルミナティをですね、徹底的に排斥攻撃、弾圧してましたからね。
ですから、例えばマリア教の方の、まあ、教義によればですね、いわゆる、まあ、フリーメイソンあるいはイルミナティに接したものはですね、自動的にいわゆる、まあ、破門にすると、まあ、宗教界から掘り出すということをもう きちんと歌ってましたからね。その文言もですね、どこかで紹介したことありますけれども、まあ、要するそういう中ですから、まあ、いわゆる大工というね、いわゆるもともと、シラーの曲ですね、シラーがですね、ドレスデンのフリーメイソンを称えるために書いた作曲を、詩をですね、載せた、そのいわゆる大工の曲をですね、演奏する、あるいはそれを聞くということはなかったわけです。ただし、現在のですね、フランシス教皇はイエズス会出身ですから、それはあり得ると思います。というのは、イエズス会というのはもともとはですね、ユダヤ教徒の会だったんですけども、一応ユダヤ教徒を、まあ、隠れユダヤ教徒なんですけども、表向きはですね、いわゆるマリア教の信者のふりをしながらですね、イエスの仲間の会という会を作って、まあ、その中で活動していた。つまり、まあ、そういう団体ですから、まあ、その、なんて言いますか、内々ではですね、まあ、アンチマリア教であったということになります。その、まあ、アンチマリア教のですね、イエズス会の、まあ、流れを含むですね、フランシス教皇がですね、現在、ローマ教皇にいること自体がですね、まあ、長い流れ、この2000年の流れから考えてもですね、ありえないことってことになるわけですけども、その、今ありえないことが、まあ、ローマンカトリックを中心にして起きているということになります。それは、まあ、余談です。まあ、と、深くも話を戻してですね、大工っていうのはそういう曲だということです。その中に、私たちのね、神は星の彼方からやってきたという、文言が出てくるわけです。すなわち、まあ、もっと話を戻すとですね、私たちが救世主教の中でね、キリスト教、まさにクライスト教の中でね、祝ってきたその神はですね、星の彼方からやってきたというのを教えているわけです。で、話を戻すとですね、ここが、まあ、簡単に考えればですね、現在私たちはクリスマスイコールキリストイコールイエスの誕生というような、まあ、短絡的な考え方によってですね、まあ、クリスマスというのはイエスの誕生を祝う、まあ、その生誕祭であるというふうに、まあ、簡単に位置づけられてますけども、実はそうではなくて、クライスト教、キリスト教、救世主教というのはですね、イエスが誕生させたという、まあ、西暦0年ですよね、よりもはるか昔に、もうすでにこの地球上にあったということです。ですから今私たちがですね、キリスト教をですね、そのはるか昔からのキリスト教を祝うという意味においてですね、12月24日、クリスマスクリスマスイフですけども、クリス12月25日に、まあ、そのキリストのですよ、救世主のメシアのですよ、生誕祭を祝うということは、なんらその矛盾してないし、まあ、いわゆる私たちの信条としてもですね、まあ、その、宗教的な流れからしてもですね、矛盾をしていないということになります。ですから私はですね、あえて皆さんに申し上げたいと思います。メリークリスマス。つまりですね、私たちがメリークリスマスとして祝うその相手の神はですね、つまり、いわゆるまあ、捏造されたイエスの物語に基づいた、マリアが捏造しているわけですけどもね、に基づいた、いわゆるまあ、イエスの誕生日祭ではなくてですね、はるかにもっと長いスパン、まあ、イエスの時代から見てもですね、さらに太古の昔から続いてきたクリスマス、キリスト、救世主教を祝う日だというふうに考えればですね、まあ、素直な気持ちで、今私たちはですね、メリークリスマスと、まあ、口にすることができるということになります。まあ、それも余談といえば余談なんですけどね、ともかくも、このアントニオ・カンピの絵を通してですね、私たちは、まあ、その、まあ、やがてはですね、ほっとけば、このままいけばですね、まあ、核戦争になって、人類は、ひょっとして、自滅するような危機の状態になるかもし、危機的な状態になるかもしれませんけれども、その後ですね、まあ、そのアントニオ・カンピの、キリストの劇場の秘密と題された絵に象徴されているようにですね、右の方で、まあ、キリストがですね、つまりカイン・キリストがですね、私たち人間を救済するということになるわけです。それもですね、まあ、神々のことですから、まあ、予定としてっていうのは計画として、まあ、その、こうした絵を描き残したということになるのではないでしょうか。ということですね。まあ、ハルマゲドンとかね、アポカリプスっていう話が出てきて、さらにね、現在の世相を見るとね、混沌としてきましたから、一体この先どうなるんだろうななんてね、不安に思っていらっしゃる方も多いですけども、今ここで私たちはですね、過去を振り返り、過去を見て、過去の中から、まあ、この2000年間ね、人間が出場してきた、カイン・キリストの救世主の心をですね、理解することによって出て、それを学び、そしてそれをですね、未来に生かしていくことによってですね、私たちはこの、まあ、現代、人間が置かれている難局を乗り越えることができるということではないでしょうか。で、またそれがですね、真にカイン・キリストがですね、人間に望んでいる救済方法ということになるのではないでしょうか。
ということでですね、今日のビデオでありここで終わります。Bye for now。で、今朝作りましたですね、4451-B005 はですね、この後そのままつなげておきますから、どうかご覧になってください。では、Bye for now。Antonio Campi published a painting titled Mysteries of Christ's Passion in 1569. This painting depicts a nuclear bomb exploding on the far left. At first glance, it may look like the sun, but it is not a solar ray.The sun's rays illuminate the ground from the front upper left to the rear lower right. You can tell this by looking at the shadows that people and a horse make. In other words, this painting is an expression of the end of humanity, or so-called apocalypse. However, this does not mean thatThere is no hope for the future of humanity. In the upper right corner of this painting, Jupiter is depicted exactly as in a photograph, along with a godlike man and a crowd of people ascending into the sky with that man. In other words, this painting represents the life of Jesus as a whole,While the left side represents the end of humanity and the right side represents humanity's salvation. アントニオ・カンピは1569年にキリストの劇場の謎と題された絵画を発表しています。この絵は左端に核爆弾が爆発する様子が描かれています。一見すると太陽のように見えるかもしれませんが、太陽光線ではありません。太陽光線は手前左上から後方右下に地上を照らしています。人物や馬が作る影を見ればそれがわかります。つまりこの絵は、人間の終末の様子を表現したものだということになります。が、人間の未来に希望がないわけではありません。この絵の右上には、木星が写真のように正確に描かれていて、神らしき人物と、その人物とともに、群衆が天に昇っていくその様子が描かれています。つまりこの絵は、全体としてイエスの生涯を表現しながら、左側で人類の終末、そして右側で人類の救済を表現したものということになります。広志林、浜松市立ジャパン、November the 1st, 2023Then, who is this God-like person? Who is this God-like person who is saving humans? However, an important hint to solve this mystery is sent to me from Elena Atsen, Aomori, Japan. Elena Atsen found the number 27 in a picture drawn by Raffaello Santi.In that painting, a divine figure is also depicted, but there's a number 27 at the foot of that figure. So, when I verified it, I was able to confirm that 27 is really written there. However, if you just look at this number, you might think like this way as follows.It seems that way, but it's just a coincidence.
However, in a similar writing style, the number 27 is written in a painting, The Raft of the Medusa, which is said to have been drawn by Teodor Jan Jericho. Furthermore, another number 27 is also written in the same way in the painting titled The Annunciation, which is said to have been painted by Leonardo da Vinci. Please compare these three numbers. You can see that these three typefaces are very similar to each other, and the font of these letters is the same as the font used for the numbers written by Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci wrote numbers in a unique font, but please pay attention to the numbers 2 and 7 here. 2 resembles the letter S. 7 looks like KU in Japanese. In other words, these numbers are the font of God Cain himself. The human named Leonardo da Vinci was just a puppet of God. And this is very important that 27 is deciphered to be Cain in Jewish gematria. では、その神らしき人物とは誰なのでしょうか。人間を救済している神らしき人物とは誰なのでしょうか。が、その謎を解く重要なヒントがエレナ・アトさんから届けられました。エレナ・アトさんがラファエロ・サンチの描いた絵の中に27という数字を見つけてくださいました。その絵の中にも、やはり神らしき人物が描かれていますが、その足元に27という数字があるというのです。そこで私の方で検証してみると、そこに27と書かれているのが確認できました。が、この数字だけですと、皆さんはこう思うかもしれません。そのようにも見えるが、それはただの偶然の一致だとです。が、同じような書き方で、テオドール・ジャンジェリコが書いたと言われている、メデュース号のイカダと題された絵の中にも、27という数字があるのがわかりました。さらに、レオナルド・ダ・ヴィンチとアンドレア・テルベッキョの合作と言われている、受胎告知という絵の中にも、27という数字があるのが分かりました。これら3つの数字を見比べてみてください。これら3つの書体は互いに大変よく似ているのが分かります。そしてその書体はレオナルド・ダ・ヴィンチが書き残した数字の手書きの書体と同じです。レオナルド・ダ・ヴィンチは独特の書体で数字を書いていましたが、その中の2と7に注目してください。2はアルファベットの S に似ています。7は日本語のくもしくはへのようになっています。つまりこれらの数字は神、カイン自身の書体ということになります。なぜならダ・ヴィンチなる人間は神のただの操り人形だったからです。そして27はユダヤのゲマトリアで解読するとカイン、カインとなります。Then, please compare the God-like figure drawn by Antonio Campi on the left with the God-like figure drawn by Raffaello Santi. Approximately 100 years have passed between the two paintings. You may know that these two godlike figures are very similar to each other, or
it would not be strange to conclude that they are the same God. So, if the person on the right is Cain, then the person on the left is also Cain. In other words, in Antonio Campi's painting, Mysteries of Christ's Passion, the person who appears to be God and is saving humanity from the end of humanity is Cain. That's right. He is Cain. Cain is truly the savior of humanity. Antonio Campi's painting, titled The Mysteries of Christ's Passion, is a painting that shows that Cain is the savior of humanity, even though it is based on the life of Jesus. Naturally, I, Hiroshi Hayashi, claim here that not only Campi's paintings, but also Raphael's paintings are the works of the God Cain himself. そこで左のアントニオ・カンピの書いた神のような人物とラファエロ・サンチオの書いた神のような人物を比較してみてください。2枚の絵の間にはおよそ100年という年月が流れています。これら2人の神らしき人物は互いに大変よく似ています。同一人物と判断してもおかしくありません。で、右の人物がカインであるとすると、左の人物もカインということになります。つまり、アントニオ・カンピのキリストの劇場の秘密、謎の絵の中で、人類の終末から人間を救済している神のように見える人物は、カイン、カインということになります。そうです。彼はカインです。カインこそがまさしく人間の救世主、メシアということになります。アントニオ・カンピのキリストの劇場の謎と題された絵画は、イエスの生涯を題材にしながらも、人間の救世主はカインであることを示した絵画ということになります。そして当然のことながら、カンピの絵はもちろんのこと、ラファエロの絵も、神、カイン自身の作品ということになります。
Thank you.
Matthew chapter 7, 13. Enter you in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leads you to destruction, and many there be which go in there.Because straight is the gate, and narrow is the way which leads you unto life, and few there be that find it. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.マタイ第7章13節、大きい門と小さい門。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。広し林浜松シティ、ジャパン。最後の審判とアルマゲドン。アルマゲドンと最後の審判。それは神による予言なのか、それとも神による計画なのか。1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家を通してこのような絵を描き残しています。一般にはこの絵は処刑を前にしてイエスが最後の晩餐をしている様子を表したものだと説明されていますが、本当にそうでしょうか。私林浩司はこの絵は処刑される前のイエスの最後の晩餐などというようなものを表したものではなくて、アルマゲドン、あるいは最後の審判を前にしてなされている神と人間との最後の晩餐の様子を表したものではないかと考えています。このことは1500年後のイエスがダ・ヴィンチ以外の他の操り人形芸術家を通して発表した絵画をその上に重ね合わせてみるとわかるのではないでしょうか、という視点で続く動画をどうかご覧になってください。Wikipedia English writes about nuclear holocaust.As follows. A nuclear holocaust or nuclear apocalypse is a theoretical scenario involving widespread destruction and radioactive fallout causing the collapse of civilization through the use of nuclear weapons. Under such a scenario, some of the Earth is madeUninhabitable by nuclear warfare in future world wars. I, Hiroshi Hayashi, understand that most possibly Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, had issued a serious warning to us humankind about its
nuclear holocaust and nuclear apocalypse through the painting of the mystery of the passion of Christ by Antonio Campi. You be the judge whether you take it or leave it, but it might be rather stupid for us humans if we leave it and ignore it. 1500年後のイエスはアントニオ・カンピの描いたキリストの劇場の謎の絵を通して私たち人間に重大な警告を発していたとは断言できないにしても、そうした警告を発していた可能性があります。そのように判断なさるかどうかは皆さんの問題ということになりますが、もしそれが神による警告であるとするなら、私たち人間はその警告を深刻に受け止める必要があるのではないでしょうか。広島市浜祭りジャパン。細かい部分についてですけども、調べれば調べるほど謎が深まるのがアントニオ・カンピの書いたイエスの劇場の謎という絵画です。まあこうして調べていくとですね、あれこれ言いたいことが山のように浮かんできますが、それは今日のポイントではありません。ここにイエス・キリストらしき神が表現されていますが、ひょっとしたらひょっとしてホログラムではないでしょうか。そしてこの部分、中央岩の穴の中にいるのは誰なのでしょうかというふうに疑問が、謎がどんどんと湧いてきますが、今日のポイントはそれではありません。私はこの絵画を調べているときに、どうも影の方向がおかしいと感じました。例えばこの人物を見てください。影がこの黄色いラインの方向に向かってと言いますかにできているのがわかります。影に注意してください。影の方向に注意してください。この人物を見る限りですね、光は左の方から来ているのがわかります。そしてこの人物の足と影を注意深くご覧ください。膝のラインと、それから膝が作る影のラインを注意してみてください。どうやら光は左上斜め上方手前の方から差しているのがわかります。これが光の方向ですね。今言いましたように、手前の左上方から斜め下方右の方に光が走っているのがわかります。となるとですね、左の上の太陽は本当に太陽なのかという疑問が湧いてきます。光の方向が一致しません。ここが今日の大変重要なポイントですから、慎重に皆さん自身の目で判断してください。特にこの馬の尻を見るとですね、光がどの方向から来ているかがよくわかります。少なくとも左上の太陽の方向から来ているのでないということは皆さんにも分かっていただけると思います。そこで実際の夕日の写真と見比べていただきます。右が実際の夕日の写真です。左がアントニオ・カンピの描いた絵です。様子が違うことに皆さんもお気づきになると思います。カンピの夕日は上の青い空と下の橙色の空が2つに分かれているのがわかります。が実際には夕日であってもですね、空は橙色にこのように染まります。
皆さん自身で確認してください。で、私林浩司は左の完備の描いた絵の中の太陽は太陽ではないのではないかと判断しました。夕日の太陽ではないということになると、では完備の描いたこの太陽のような景色は何かということになります。拡大してみました。太陽のように円形になっていないのがわかります。円形になっていないばかりか、上下二つに分かれているのがわかります。太陽がこのように見えることがあるのでしょうか。特に注意していただきたいのがこの岩の影です。この岩の影を見ると太陽はやはり絵の中の人物たちと同じように左上の方から来ているのがわかります。もし向こうに見えるのが太陽であるならば、この岩の影は真っ黒になるはずですが、この岩影は真っ黒には描かれていません。つまり高原は2つある、そしてその1つは太陽であり、もう1つはということになります。で、私林浩司は完備の書いたこの部分は核兵器が爆発した時の様子を描いたものではないかと判断しました。その理由はこのすぐ後に説明しますが、こうして比較してみるとですね、完備の書いたこの太陽のように見える部分は太陽ではなくて、むしろ核兵器の爆発の様子に酷似しているということがわかります。皆さん自身の目で判断してみてください。太陽であれば多少の雲があっても深遠形になるはずです。つまりこれを太陽と見るか、核兵器の爆発の様子と見るかは、つまりは皆さんの判断ということになります。なぜ核兵器の様子を描いたものであると判断するかについてですけども、その証拠の一つがアイルワースのモナリザの絵の背景にあります。アイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのはまさしく火星の風景だからです。これが火星の風景であるとするならば、それは核兵器の爆発の様子を描いたものということになります。そして完備の絵の中にもやはり同じような形で、隠し絵という形で、私林浩司は木星が描かれていると判断しています。つまりこれが木星であるとするならば、つまり完備はこのような形で、その絵の中に実は核兵器による爆発の様子を描いたものであると判断できるわけです。こうして完備の絵、そしてダヴィンチの絵とつながり、そして完備の絵の中に描かれている左の赤い太陽のように見えるものは実は太陽ではなくて核兵器の爆発の様子を示したものであるということになるのではないでしょうか。が、そう考えることは人類にとっては誠にもって恐ろしい話ということになります。つまり1500年後のイエスはルネッサンスの時代に現れて、そしてアントニオ・カンピという操り人形芸術家を通して私たちに深刻かつ重大な警告を与えたということになります。つまりこの絵はですね、まさしくハルマゲドンの様子を表したものということになります。そしてそのハルマゲドンを起こすといいますか、原因となるのが実は核戦争であるということになるのではないでしょうか。つまり1500年後のイエスは
今から500年ほど前に人間に対してすでにこのような警告を発していたということになります。この警告をどのように捉えるか、それは皆さんの判断にお任せします。 Bye for now. Antonio Campi was an Italian painter of the Renaissance, and his one of the greatest masterpiece is one named The Mystery of the Passion of Christ, which is full of mysteries. Here is one mystery about which Miss Jane Jones, one of my YouTube subscribers, has pointed out that the strange object right top in the painting looks like Jupiter in the solar system. I, Hiroshi Hayashi, however, do not get surprised if someone says Antonio really painted Jupiter in his painting. Because I know Leonardo da Vinci painted a panoramic view of Mars in the Isle Wight's Mona Lisa in the same way.視聴者の一人のジェーン・ジョーンズさんが、カンピの描いたイエスの劇場の謎の絵の中の不思議な物体は太陽系の木星に似ているのではないかと書き込みをくださいましたが、私林博士はもしそうであっても、つまりカンピが自分の絵の中に木星を描いていたとしても驚きません。なぜならあのダヴィンチもアイル・ワースのモナリザの絵の中に火星の風景を描いていたからです。広志林、浜松セティ、ジャパン。左が NASA の探査機が火星で実際に撮ってきた写真です。右がアイル・ワースの絵の中に描き込まれていた私林博士が火星の風景と判断する部分です。これらの写真および絵には一切着色など加工は加えていません。アントニオ・カンピの描いたイエスの劇場の謎の絵の中の右上のその謎の物体についてはいろいろな説が唱えられています。その前にダ・ヴィンチとカンピの関係を年表上でおさらいしておきたいと思います。私林博士が1500年後のイエスの操り人形と判断しているレオナルド・ダ・ヴィンチです。そのダ・ヴィンチは1452年に生まれ、1519年に亡くなっています。そしてカンピです。自画像はありませんでした。カンピの作品をここに紹介しておきます。そのカンピは1522年生まれ、1642年に亡くなっています。まあ、ダ・ヴィンチが亡くなってから3年後にカンピが生まれたということになっています。そして1569年にイエスの劇場の謎を発表しています。視聴者の一人のリフレクション・ゼリートという方がこの絵を届けてくださいました。で、そのアントニオ・カンピはユダヤ教徒、もしくはイエズス会、あるいはイルミナティのメンバーであったと考えられます。手のハンドジェスチャーに注意してください。薬指と中指がくっついています。シグナム・マラーノです。そしてセント・ジェロームの絵も描いています。そしてアントニオ・カンピの代表作が、繰り返しますが、このイエスの劇場の謎の絵ということになります。その右上にこのような奇妙なものが描かれています。これは何かということですけれども、おそらくアントニオ・カンピもこれが何であるか知らなかったものと思われます。定説がないというのがその証拠ということになります。で、ここに描かれているものがですね、木星ではないかとジェーン・ジョーンズさんが指摘してくださいました。右が実際の木星の画像です。そこで左右の細かい部分の
比較検証をしてみるとですね、よく似ているというか偶然の一致という範囲を超えて酷似しているのがわかります。この雲らしきものの表現の仕方、そして反転ですね、そしてこの気流のようなものが乱れて上に伸びているところ、そしてライン、もちろんラインも大変よく似ています。そして数えてみるとですね、ラインの数も同じであることがわかります。そしてここに色に注意してください。赤茶色の、まあ、霞んだような色ですね。もう一枚の写真と比較してみます。この雰囲気ですね、この丸い反転の大きなものがあるところ、そしてもやもやっと気流のようなものが乱れているところ、斜めのラインのようなものがあるところ、まあ、こうして比較していくとですね、つまり違いがないという点で同じと判断して良いのではないでしょうか。まあ、こうしたラインのもやもやとした様子ですね、この部分もそうです。この部分もそうです。気流がって言いますか、ね、乱れて上に上がっていると、そして下の方もですね、ラインが何本か重なっている点で一致しています。さらに興味深いことに、左の冠皮のこの奇妙な物体、もう木星と言っていいのかなという判断ですけども、それをまあ白黒反転させてみるとですね、その様子がさらに右のですね、実際の木星の写真のそれと一致するということですね。特にこの渦巻きの表現の仕方、それから気流が乱れているような感じのところですね、そういったところに注意していただきたいと思います。ということは、冠皮のこの絵は実際の木星の写真をですね、反転させたものであるという可能性も出てきたということになります。となると、アントニオ・カンピの描いたこの謎の物体は木星ということになるのではないでしょうか。と言いますと、皆さんは驚かれると思いますけども、アイルバースのモナリザのこの後ろに描かれている風景は火星の大地そのものでした。で、その絵と実際に撮られた写真と比較してみますと、細部に至るまで同じであることがわかります。先ほども言いましたように、着色など絵写真に加工は一切施していません。原画のままです。皆さん自身の目で判断してください。左が写真です。右が一応絵ということになっています。このアイルワースのモナリザについての動画はこの後につなげておきます。で、もう一度冠皮の描いた絵に戻ってください。で、一番左が冠皮の描いた絵、そしてその右が実際の木星の写真ということになります。この描写は大変よく似ている。つまりこの段階で結論としてですね、冠皮は自分の絵の中に木星を描き込んだということになります。まあ、とんでもない意見に聞こえるかもしれませんけども、ダヴィンチがいて、そしてその後に冠皮が生まれたということです。1519年に一応ダヴィンチは亡くなったことになっています。そしてその3年後にアントニオ・カンピが生まれたことになっています。つながりがあるのかどうかは分かりませんけども、年代的に見ればですね、ダヴィンチとカンピはこのようにしてつながっているということになります。そして1569年にイエスの劇場のミステリーの絵をカンピ、アントニオ・カンピが描き上げました。その絵の中に右上のような奇妙な物体が描かれていました。この物体は何かということですけども、今の段階では仮説ということになりますが、これは木星ということになるのではないでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Someday you will reveal this fact.
Someday you will know this fact. Then you humans will know what I was. And then you humans will know where you are from and what you are. You humans are my sons and daughters of God. いつの日か君たち人間はこの事実を暴くだろう。そして君たち人間はこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。そしてその時君たち人間は君たちが何であるか、そして君たち人間がどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たちは神の息子であり、そして娘なんだよと。広瀬やし浜松セリージャパン。Someday you will reveal this fact. Someday you will find this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know where humans come from. Then you will know what you are. You humans,You are the sons of daughters of God. This is the message from Jesus Christ after 1500 years. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を見つけるだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。その時君たち人間は自分がどこから来たかを知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり、娘なんだよ。
これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。広志林、ハーママシティ、ジャパン。左上の写真が NASA が火星で撮ってきた写真です。右下はアイル・ワースのモナリザの絵の中に描かれていた奇妙な物体です。この両者は全く同じものです。つまりアイル・ワースのモナリザの背景には火星の奇妙な物体が描かれていたということになります。ではこの物体は何かということですね。明度を上げてみますと、アイル・ワースのモナリザの絵の中に描かれている物体は美しい緑色に変身します。つまり、これは火星に生えている樹木ということになります。そして、アイル・ワースのモナリザの絵の背景に描かれているのは、その火星に生える樹木ということになります。この両者を皆さん注意深く比較してみてください。もちろん植物ですから、全く同じものというわけではありませんけども、違いを見つけることができないという点で、アイル・ワースのモナリザの中に書かれていたこの奇妙な物体は、火星に生えている樹木ということになります。つまり、このような形で1500年後のイエスは、ルネサンスに私たちにメッセージを残しました。いつか、君たち人間は、この事実を知るだろう。その時、君たち人間は、自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは、神々の息子であり、娘なんだよ、と。まあ、このように、比較、してみるとですね、このアイルワースのモナリザの中に仕込まれた1500年後のイエスのメッセージを読み取ることができます。The term OO part or autoplus artifact is rarely used by historians or scientists. You know the reason why. Why isn't the term used by historians and scientists? The term is used to describe a wide variety of objects from anomalies studied by mainstream science andpseudoecology far outside the mainstream to objects that have been shown to be hoaxes or to have mundane explanations. Then, how about this fact I show you here in this video? All parts という言葉は歴史家や科学者の間では使われていません。なぜ歴史家や科学者は使わないか。その理由は皆さんご存知の通りです。オーパーツという言葉は科学の世界では邪道と言われるものを表現するために用いられているからです。あるいはエセ科学の代名詞としてアカデミックソサイエティの外にあるインチキ考古学の代名詞として用いられているからです。では、この動画の中でお見せする事実はどうなのでしょうか？広志林、ハママシティ、ジャパン。まず、皆さんにご覧いただくのが一枚の銅鏡です。この銅鏡は大阪の長持山古墳から明治時代に出土したものです。そして同じく明治時代にアメリカに流出しました。
現在、この銅鏡はマサチューセッツ州のバーサーミュージアム・ファイン・アーツに所蔵されています。この銅鏡には北極海の地図が正確に浮き彫りで彫刻されています。海岸線のみならず、シベリア大陸の方には川あるいは湿地帯まで正確に彫刻されています。一つ注意していただきたいのは、この銅鏡の中で特に色の濃い部分は海氷もしくは氷雪と考えられます。それを除きますと、このように北極海の地図と完璧に一致します。のみならず、この銅鏡の上の地図はですね、真上から見たときに、まあ地球の写真と一致するということです。つまり、特殊な方法で上から焼き込んであるということになります。時代は卑弥呼の時代です。まさにあってはならない大パーツということになります。もうこの事実を発見して、私、林浩司が発見して、すでに3年以上になろうとしています。次にご覧いただきますのは、法隆寺の隣にあります、中宮寺にある、弥勒菩薩半跏師像です。中宮寺です。この中宮寺には、弥勒菩薩半跏師像が安置されています。左がガンダーラ仏です。この両者はプロポーションが全く同じです。そして、二つを重ね合わせてみますと、細部に至るまで同じです。ただし、鼻の長さと太さだけが違います。団子の形も少し違います。しかし、首の下には、シワがあります。そのシワまで一致しています。そこに注意してください。この事実も、私が発見して、すでに3年半、あるいは4年近くになります。特に、上まぶたのラインに注意してください。この事実をどう考えたらよいかということですね。左はストイッコです。右はクスノキオの寄せ木に彫刻されたものです。この丸いところのシワに注意してください。こんなところまで一致しています。この事実を皆さんはどのようにお考えになりますか？ただ単なる偶然、あるいは大パーツとして片付けてしまいますか？ついでですが、法隆寺にはこんな奇妙な像も残っています。私、林浩司が2012年に法隆寺の所蔵目録の中から発見したものです。目録には侍像と表記されていましたが、その顔はシュメールのイナンナ、つまりイナンナ・イシュタールの顔と一致しました。いろいろ考えられますが、例えばシュメールから日本の法隆寺にこの像がもたらされたとも考えられますが、法隆寺のこの侍像なる像は正座しています。正座する習慣を持つ民族は世界でもそれほど多くはありません。つまり大変珍しいということです。これらの像を皆さん自身の目で比較してみてください。こんな像が日本の法隆寺にあること自体が、まあ、まさにありえないということになります。皆さん自身の目で確認していただきたいと思います。この像の目は側面についています。そして細長く吊り上がっています。頭の上にも何かがあるように見えます。そして口は大きく裂け、左右に広がっています。首も太く、まあこれを違うという方が無理ということになるのではないでしょうか。つまりこのような像が日本の法隆寺に残っているということです。これもまさに大パーツということになるのではないでしょうか。なお大変興味深いことに、この法隆寺の侍像と同じ顔の像が、あのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵の左下のところに描かれている
ということです。偶然の一致ということにもなりますが、しかしそれだけではどうも片付けられない大きなと言いますか巨大な謎がその向こうに秘められているように私林博士は考えています。皆さんに見ていただきたいのは、レオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているアイルワースのモナリザです。そのアイルワースのモナリザの背景には、火星の大地が正確に描かれていました。これは NASA が公表した火星表面で撮られた奇妙な物体の写真です。一般には針葉樹に似た木だと言われています。高さはわかりませんが、相当高い木と思われます。その木が、アイルワースのモナリザの絵の向かって左側に描かれていました。この部分です。この部分に注意してください。一見すると何かわけのわからない、つまり得体の知れない物体に見えますが、これはこの白い線のところで上下が線対称になっています。明度を上げますと美しい緑が浮かんできます。そうです。これは植物です。その植物が下の大地、多分水か何かがあったのでしょう。反射して映っています。これは NASA が公表し、現在アリゾナ大学が保管している写真です。マーズ、キュリオシティローバーが撮ってきた写真と思われます。その中にこのような、樹木と判断して良いものが映り込んでいました。この樹木と判断して良いものにご注意ください。それと同じものがアイルワースのモナリザの絵の中に描かれていました。それを今日皆さんに丁寧に見ていただきたいと思います。比較してみてください。左は絵のように見えますが、これは写真です。右は絵ということになっています。これは写真です。そこを誤解しないでくださいね。この写真の出典はここに示しておきますから、皆さん自身で確認できると思います。注意深くご覧ください。NASA。NASA と書いてあります。出所は NASA です。そして現在、アリゾナ大学に所蔵されています。もう一度、このラインを見てください。つまり上半分が下に反射して映っているということになります。ですから上半分の輪郭はしっかりとしていて、下半分の輪郭はぼんやりとしています。これが事実です。そして NASA が撮ってきた写真と比較してみます。皆さん自身の目で確認してください。つまりこのような形で、1500年後のイエスはですね、ルネッサンスという時代に、レオナルド・ダ・ヴィンチという操り画家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を知る時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと、林博士はそのように解釈しています。もう一度、皆さんが撮ってきた写真と、そしてアイルワースのモナリザの中に描き込まれている木の絵と比べてみてください。注意深く見てください。まさに大パーツということになります。左は写真のままで手を加えてありません。ただ、明度は少し上げてありますが、それ以外は手を加えていません。そして、右の方もやや明度を上げていますけども、それ以上の手は加えてありません。皆さん自身の目で確認して比較して判断してください。ここが重要です。これを皆さんはエセ科学、インチキ科学として片付けてしまいますか？また片付けてしまって良いのでしょうか？左は NASA が撮ってきた写真です。右はアイルワースのモナリザの背景に描かれた奇妙な物体です。寸分違わず同じです。この事実を皆さんはどのように判断なさいますか？
左の絵が描かれたのは今から500年前のルネサンスの時代ということになります。繰り返します。このような形で1500年後のイエスはルネサンスの時代に私たち未来の人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと。そういうことです。まさに大パーツ中の大パーツということになるのではないでしょうか。もう一度 NASA の写真を確認してください。University of Arizona と書いてありますね。そしてホームページもしっかりと紹介してあります。私を疑う人はこのホームページにアクセスして直接この写真を見られたら良いかと思います。これは火星で撮られた写真です。まあ、これが植物であるというためにはまだいくつかのハードルを超えなければなりませんけども、これは誰が見ても植物ということになります。以上、3つの大パーツ、林博士が発見した大パーツを紹介しました。Bye for now. Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Checkmate! Aliens! Checkmate というのはチェスで王の逃げ場を封じ込め、王が捕らえられることを言います。つまり、相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林博士もその勝負に勝ちました。エイリアン、王手！博士林、浜松シティ、ジャパン。火星で植物らしきものが次々と発見されています。今ご覧いただいている画像もその中の一つということになります。まず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイル・ワースのモナリザを見ていただきます。このアイル・ワースのモナリザの背景には火星が描かれています。火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方、この山の表面を見てください。光は左上上方から来ているように見えます。つまり矛盾します。つまりこれは山ではありません。崖です。下の方へ伸びた崖です。ここが重要ですからしっかりと確認してください。この崖の部分を見ますと、ここに影ができています。そしてここに影のラインができています。つまり光は右上上方から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまり、ここに描かれているのは山ではなくて崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そして、この崖と、それから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。火星にはこのような崖が至るところにあります。
アイルワースの背景が火星ということになれば、モナリザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません。実際、モナリザの絵の背景はどこか地球離れしているのがわかります。が、ここは今日のポイントではありません。今日のポイントは、アイルワースのモナリザの背景には火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと説明しますので、皆さん自身で確認してください。この黄色い部分に注意してください。ここに何か岩のようなものが描かれているのがわかります。色を落としてみると、それがよくわかります。岩がいくつか重なっているのがわかります。そしてその周囲には小さな岩が転がっているのがわかります。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？このあたりには谷のようなものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なのでしょう？絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように精緻に描かれているのはわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように、右上上方から来ています。下が実際の火星の表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。少し目を細めていただきますと、写真であることがよくわかります。つまり、この絵を描いた人は、まあ一応レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが、1500年後のイエスは、このようにしてアイルワースのモナリザの背景に火星の表面を描き込みました。中央にそれが見えます。中央にそれが見えます。下は実際の火星の写真です。比べてみてください。大変その様子がよく似ているのがわかります。白黒にしてみますと、その雰囲気がよくわかります。つまり、繰り返しになりますが、1500年後のイエスは、このような形でアイルワースのモナリザの背景に火星を描き込みました。ここには谷のようなものも描かれています。一見雑なようですけども、極めて精緻に描かれているのがわかります。絵の具のひび割れ部分を少し薄くしてみました。皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく、写真であると私、林博士は判断しました。つまり、写真をそのままこういう形で絵の中に映し込んだということになります。なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、この事実を発見して、そして、まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博士は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけども、手法は同じかと思います。上がアイルワースのモナリザの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと、まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。アイルワースの
モナリザの背景に描かれている赤い大地は夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみるとそれがよくわかります。もちろんこの地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスはそうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこでこの絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし似て非なるという感じですね。似ているけどもどこか様子が違います。例えばこの崖を見ていただくとわかりますように、アイルワースのモナリザの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ、このような崖はこの地球には見当たりませんでした。で、本題です。もう一度アイルワースのモナリザの絵を見てください。そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下正確に、線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は右上上方から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下へと伸びているはずです。そして色温度を上げてみますと、美しい緑が見えてきます。これは何なのでしょうか？実は最近次々と分かってきたことなのですけども、どうやら火星にも植物があるらしいということが分かってきました。一説によればサボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そしてこの写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ、一説によると針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い 木のようなものということになります。もちろんまだ確認されているわけではありませんけども、植物と考えられます。まあ、一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものがアイルワースの絵の中に描き込まれていました。注意深くご覧ください。この中央の部分です。この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらくいろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと私、林博士は判断しました。つまり、アイルワースのモナリザの中に、描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物ということになります。つまり、針葉樹に似た木ということになります。この写真の出所は、ここに皆さんにお見せしておきます。現在は、アリゾナ大学のエデュケーション、教育学部に、所属しているそうです。NASA から出ています。間違いのない写真です。つまり、アイルワースのモナリザの中には、すでに500年前にそれが描かれていたということになります。で、結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。この物体は上下線対称になっています。そんなところから私はやはり、この下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。そうした絵や写真は公開されています。比較してみるとそれがよくわかります。ですから下半分がぼんやりとしています。
火星とはいえ、水もしくはそれに似た液体がこの辺りにはあると考えられます。その液体に上半分の植物が、火星の植物が反射していると私、林博士は判断しました。そして最近、つまり2017年になってからですけども、私、林博士はこんな興味深い写真を手に入れることができました。NASA のマーズ・エクスプロレーション・ローバー計画の中で撮られた写真です。その写真の一枚にこんな写真がありました。この下の部分に注意してください。これはどうやら水海のようです。つまり火星には水の溜まった湖があるというのです。これは池なのでしょうか？それとも何か別のものなのでしょうか？この池のような場所の周りに点々と樹木らしいものが生えている点に注意してください。この水色の着色は私の方でしたのではなくて別のサイトがしたものです。で、この辺りにどうやら水の反射像が映っているようにも見えます。確定はできません。確認はできません。そしてその周りにはこのような樹木らしい、まさに樹木といって良いような植物が生息しているのが分かりました。高さは相当高いものと言われています。一説によると200メートルから300メートルあるのではないかと言われています。こんな樹木が、生えているわけですね。それが先ほどお見せしました樹木ということになりますが、この樹木のそばに実は湖らしきものがあったということになります。その湖の周辺で、あるいは湖とも断言していいと思いますけども、その周辺でこのような樹木が見つかったということです。つまりこのような樹木がその水面といいますか、湖の水面に反射してちょうど、中央ラインでですね、線対称の図形を作っていると私、林博士は考えています。この、中央部ですね、これは反射像なのか、それとも土砂のようなものが流れ込んだのかはこれだけでは判別できません。ともかくも私はこのような湖がですね、火星にあるということを知りました。そして湖があるならば、右のようにですね、上半分の像が下半分にちょうど、反転した形で反射していても何らおかしくないということになります。そしてそれがアイルワースの、絵の中に描き込まれていたということになります。ですから上半分は輪郭がはっきりし、下半分はぼんやりとしています。そしてアイルワースのモナリザのこの奇妙な物体の下半分には、大きく拡大してみると分かりますけれども、細かいさざ波のようなものが描かれています。つまりアイルワースのモナリザの下半分の絵は、これは反射像ということになります。 by 林博士説です。この白い線が、この線対称のラインということになります。下半分がですね、輪郭がややぼやけている点に注意してください。つまりこのアイルワースのモナリザの背景に描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物であり、下半分はその反射像ということになりますというふうに私、林博士は判断しました。つまりこのような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代に現れて、私たち後世の人間にこのようなメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を暴く時が来るだろう。その時君たち人間は私の正体を知るところとなるだろう。そして同時に君たち人間が何であるかを知るところになるだろうと。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。左がアイルワース、右が火星の実際の風景写真です。つまりこのような絵をですね、写真の形で、描き込むことによって1500年後のイエスは私たちにメッセージを残したということになります。つまりいつか、
君たち人間は、この絵の中に仕込まれた謎を解くことができるだろう。その時、君たち人間は、1500年後の私、つまり、この私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のために、この絵の中に、私は、私のメッセージを残しておくことにする。Jesus Christ, after 1500 years. According to Wikipedia, it writes about Aylward's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years.This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Aylward's, London, from which it takes its name.第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターが、サマーセットの貴族の家から、その家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが二枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのためその絵は、アイルワースのモナリザと呼ばれるようになった。広し林、浜松シティ、ジャパン。今皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キュリオシティ・ローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、この辺りに谷もあり、山もあり、という風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めてみますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵は、どのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイルワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の写半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分が
アイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイルワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり、このようにして、アイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そして、そのアイルワースのモナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。だいたいこんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね、この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしいイコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチは、この物体をアイルワースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに、美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これは上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが映り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左の、まあ、アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われますが、その部分を除いてと言いますか、勘案してもですね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスは、このような、まあ、写真ですよね。写真をアイルワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に生えていると思われる樹木、つまり木です。
つまりこれら両者は、私、林浩司は同じと判断しました。ついでながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルワースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから山というふうに一般には理解されています。が、私、林浩司はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということですが、確認はできません。ともかくも、まあ、これはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし、写真のように精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、まあ、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、Mars Spiritual Curiosity Rover がですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルワースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林浩司は同じと判断しました。いかがでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。その時、君たち人間は私の正体を知るだろうと同時に、君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。Bye for now.